はい、本日はですね、以前買ったユニクロのブロックテックパーカーの防水の実験をしてみたいなというふうに思います。で、購入したのがこちらのブロックテックパーカーになってるんですけど、でこのユニクロの防水ジャケットがですね、めちゃくちゃ人気で、まあ、値段が6000円ぐらいで、まあ、購入できるっていうことで、なんかキャッチフレーズがあるらしいんですけど、そのキャッチフレーズっていうのが雨にも風にも負けない高機能ウェアっていうことで、なんか宮沢賢治みたいなキャッチフレーズがついてるんですけども、まあ、そういうキャッチフレーズがついてるので、機能性が好きな僕からしたら雨にも負けへんってほんまに負けへんやろなっていうところで、ちょっと検証してみたいなというふうに思って、まあ、購入したっていう感じになってます。まあ、どれぐらいの雨やったら勝てるというか負けへんのかなというところで、まあ、気になってはいてるんですけど、実際ユニクロの公式の発表ではですね、具体的な数値を出してこれぐらいの耐水性がありますっていうのは発表されてなくて、例えばゴアテックスとかやったら4万5千ミリの耐水圧がありますとかっていうふうに言ってやったりするんですけど、このユニクロに関してはその耐水圧がいくらですっていうふうには言ってないので、ちょっとわからない部分があるんですけども、あくまで予想とかでは、まあ、8000から1万ミリぐらいっていうのが耐水圧であるんちゃうかって言われてて、まあ、耐水圧っていうのがですね、だいたい300ミリが小雨って言われてて、普通の雨っていうのが1万ミリぐらいで、嵐が2万ミリって言われてるので、まあ、普通の雨やったらもしかしたら濡れるんじゃないかっていうふうに言われてるので、まあ、その辺が実際水を当てながらどうなんかっていう検証していきたいなというふうに思います。まあ、普通の雨やったらもしかしたら濡れるかもしれないっていうことで、普通の雨で濡れちゃうと、それこそ野外のスポーツとか、あとまあ屋外でフェスとかってなった時に雨が来ちゃうと濡れちゃう恐れがあるので、まあ、そうなってくるとちょっと防水って言えるんかなっていうところもあると思いますし、あとそれ以外にもなんか登山でも使えるって一部では言われてたりするんですけど、これ濡れちゃったら登山では死に直結する恐れがあるので、登山では使えない可能性もありますので、まあ、その実験をしていきたいなというふうに思います。で、使うのはですね、こちらのブロックテックパーカーを使うんですが、まだ一度も着用しない状態で使っていきますので、水を弾くのもどれぐらい水を弾くんかっていうのも見てもらいたいなというふうに思います。ではもう早速、検証を見ていきたいなというふうに思いますので、これを着用して濡れないか、検証していきたいなと思います。ではどうぞ。はい、それでは見ていきたいなと思います。まずですね、こんな感じでグレーのパーカーの上下を着ていって、でその上から防水のジャケットを着ていくという感じで、実際パーカーが濡れていくと色が変わるので、まあ、こんな感じで色が変わるので、まあ、分かりやすいかなと思いますので、グレーのパーカー上下を着ているという感じになってます。で、下はですね、ちょっとゴアテックスのブロックテックパーカーじゃないんですが、もうゴアテックスじゃないです、ユニクロのブロックテックパーカーではないんですが、もうゴアテックスを履いてます。で、上がですね、ブロックテックパーカーになっているので、まあ、今回見てもらうのは上のパーカーが濡れるかどうかっていうところに、まあ、焦点を当ててもらいたいなと思います。ちなみにゴアテックスの検証はもう終わってます。まあ、こんな30歳おるということでやっていきたいなというふうに思うんですが、こんな感じで、しっかりフードのところとかも水が隙間から入ってこないように締めて、で手首のベルクロも締めた状態で、検証を行っていきます。まず中の雨から行っていきたいなと思います。はい、このようにですね、上から雨にちょっと似せた形で、どんどん濡らしていくんですが、この濡らしていく分数っていうのがまず1分間濡らしていきたいなと思います。で1分間濡らしていくんですが、このように、ずっと頭やったり肩やったり濡らしていって、どんどん濡れてます。違うアングルからもこんな感じで、まあ普通の雨、まあ、中の雨っていう感じですよね。弱い雨ではないっていう感じなんで、で、まんべんなく当たるように背中も当てていって、で肩だけじゃなくて背中もバーって当てていきます。でこんな感じでもうちょっとずつ色が変わっていってるのが分かると思うんですが、オレンジの色味っていうのがちょっとこの GoPro の映像では分かりにくいんですが、正面の映像になった時に結構濃いオレンジになっていってるっていう感じになってて、まあ、これも今までこんな感じですね。ちょっと色が濃い感じに変わってきたと思うんですが、まあ、これも後で見てもらおうかなと思いますが、これであと5秒ですね。はい、ということで1分丸々経ったので脱いでいきたいなと思います。で脱いでいくと、おっとちょっと気づいたようですね。はい、じゃあ、まあ、全部まず脱いでいくと、この肩ですね、この肩のとこが濡れてましたね。しっかりジャケットは着てたんですが濡れてるっていうことは、この中のとこを見てみると、この映像ではちょっと分かりづらいんですが、肉眼ではよく分かるんですけども、肩のとこがもう濡れてるんですよね。でおそらく隙間から入ったんではなくて、浸透したかテープのところから入ったって感じで、外側はこんな感じで濡れております。で、やる前がこんな感じで、濡れた後比べるとこんな感じで結構浸透してるとか色が変わってるっていう感じかなと思います。で次、小雨バージョンですね。
ちょっとさっきの中雨でも濡れちゃったんで、もう小雨でもうちょっと弱いところでも濡れるんだっていうところを確認していきます。これちょっともう本当に霧みたいな感じになってるので、まあ、小雨かなというふうには思います。実際受けてる感じとしても、そんなにこう水圧がかかってるなっていう感じはなくて、なんかさーっと霧みたいなのがかかってるなっていう程度なんで、はい、っていうのも、同じように1分間検証としてはやっていきたいなというふうに思います。残りが30秒ですね。でこのように上からまんべんなく、濡らしていきたいなと思います。やっぱり撥水性がですね、1回目の実験でもうほぼほぼなくなっちゃってる。だから1分間も水を当てると撥水性っていうのがほぼなくなっちゃうっていうのが、まあ、今回の検証でまず分かったところなんですけども、もう2回目のこの1分間に関して、だから2分間目っていうのはもうほぼ水を弾いてない、べっちょりしてるっていう感じのが見て受けれるかなというふうに思います。でこれで1分間経ちましたね。でこれも同じように脱いでいきたいなと思います。ベルクロとか、首元とかしっかり締めてるのでそれ外して脱いでいくと、まあ、濡れはそんなに感じないかなと思うので、小雨程度であれば全然いけるかなと思います。で次は大雨ですね。これぐらい降ってるときはもうかなりの大雨になってると思いますので、普通やったらもう傘をさしてなんかちょっと厳しいやろなっていうぐらいなんですが、まあ、こういうのをまんべんなくこうゆっくり回っていって、これも同じように1分間濡らしていきたいなと思います。これでも防水ジャケットと言えるのか、それこそ雨にも風にも負けないと言えるのかっていうところになってるかなというふうに思うんですが、まあ、このように、回る台か何かがあればいいんですが、セルフで回っております。でセルフで回っておりますので、ちょっと気持ち悪い動きになってますが、その辺はご了承くださいということで、これはですね、前回ゴアテックスの実験でも言ったんですが、あくまでもかける方もかけられる方もプロで行っておりますので、必ず皆さんは真似をしないようにお願いいたします。でこのような雨っていうのはですね、よく外とかでスポーツしてるときに大雨が降ってきたりしたら、まあ、これぐらいの雨の威力はあるんかなというふうに思うので、まあ、ここまで行ってしっかり防水なのかっていうところになってるかなというふうに思うんですが、残り1秒。はい、それでは1分間が経ちましたね。これ同じように脱いでいきたいなと思います。ノーカットでこの辺はお送りしております。はい、ということになってるんですが、特に濡れた場所っていうのは分からないんですが、全体的に湿ってる感じっていうのが着てる僕からしたらあります。でもう中の浸透してる部分がいっぱい出てきました。これ1箇所だけじゃなくて何箇所も浸透してるっていう感じで、色は変わってないんですが、パーカーの色は変わってないんですが、もうちょっと湿ってるっていう感じです。で最後が大雨嵐ですね。でこれは高圧洗浄でやってます。でここまでいったらどうなんかっていうところなんですが、これもですね1分間当てていくんですが、ゆっくり回っていったりもします。同じ箇所ばかりに当たるともう多分浸透するっていう感じになると思うの でもしくはテープから水が入ってくるってなると思うので、まあ、極力回っていきます。で普段ですね、雨とか嵐の場合ってこうやって横から来ることはないと思うので、一箇所特に頭と肩に当たることが多いと思うので、そうなってくると もっとさらに濡れやすい環境やと思うので、まあ、この検証で濡れるってことはもう実生活でも濡れるっていうのがもう見てわかるかなと思いますので、まあ、こうやって一旦回っていきます。もう色もだいぶ、オレンジの濃いオレンジになってますね。で、残り10秒ですね。これは結構立ってるので厳しいっていう感じなんで、もう必ず皆さんは真似しないようにお願いします。あくまで検証として撮っておりますので、あ、ちょっと映像が途切れましたね。はい、いろいろありまして映像が途切れましたが、このように脱いでいきたいなと思います。もうびちょびちょですね。もう中も浸透してるのがもうこの段階でわかると思います。もう中がもう濡れてるんですね。ほぼびちょびちょに濡れてるっていう感じになってて、でしっかり裾も絞ってますし、あれなんですけども濡れてるって感じで、ちょっと手首が濡れてる、パーカー濡れてるのはこう最初の検証やったんで濡れてるんですが、まあ、ズボンはもちろんゴアテックスやから濡れてないんですけども、パーカー見てもらうとちょっとしんなりしてる感じが見て取れるかなと思います。はい、ということでですね、以上検証していったっていう感じなんですけども、最初の中雨で見た通り撥水効果、だから水を弾くっていうのはもう1分間も持たないっていうふうに思ってもらえばいいかなと思いますので、まあ、最初から中雨で僕はちょっとこれでいけるやろうと思って中雨から始めたんですけど、中雨だともう濡れちゃうっていうことなんで、小雨であれば撥水は多少は持つと思うんですけど、まあ、それでも1分間は持たへんっていうのが、まあ、水を弾くっていうことになってるかなと思います。やっぱりこれもゴアテックス同様にですね、汗に弱いので、できれば
汗かいた時とかはちゃんと洗濯した方がいいみたいなんで、まあ、洗濯の仕方についてはあの動画説明欄に貼ってますので、ゴアテックスと同じように洗濯ができますので、まあ、それを見ていただければなというふうに思うんですが、まあ、しっかり洗濯をした方がいいというふうに書いてました。じゃないと劣化につながるようです。で、検証2番の小雨っていうのを、まあ、やったんですけど、その小雨であれば濡れてる感じっていうのは着ててそんなに感じなかったんですけども、もう中雨以降、中雨大雨嵐っていうのはもうどんどんパーカーが湿気ていく感じっていうのがもう着ててわかるので、特に色が変わってるっていう様子はないんですけども、まあ、湿っていったなっていう感じはします。で、中雨に関してはですね、やっぱり肩に特に雨を受けてたっていうことで、1分間肩に当たるだけであんだけ濡れるので、まあ、それを考えると、普通の雨で例えば外でスポーツしてるとか、あと外でレジャーをしてるとかキャンプをしてるっていう状態でも、一点集中で特に雨は頭とか肩に当たると思うので、1分間も外で濡れていれば、まあ、おのずと浸透してくるというふうになるかなと思います。で、最初はですね、あのテープ、内側にテープが貼ってあるんですけど、このテープからあの浸透してるんかなって思ったんですけど、実はそうじゃなくて、もう生地のところが、テープが全くないところからもう水が浸透してたっていうことになっているので、テープはしっかりあの水を止める役割してくれてるんですけど、もう生地自体がもう濡れてるという感じになってました。なので、もしかしたらゴアテックスとか完全防水のジャケット持ってはる方からすれば、このブロックテックパーカーは、まあ、防水というよりかは耐水っていう感じの、ちょっと水を耐えれますよっていうレベルの耐水ジャケットっていうのがイメージとしては近いかなというふうに思いますので、雨にも風にも負けないというよりかは、小雨にも風にも負けないっていうの方がイメージとしては正しいかなというふうに個人的には思います。ただですね、着用してみて分かったのがですね、あの防風性に関しては結構あるので、例えば風がバーッと吹いてる時とか、特にまあこれからの春とかって温度はあったかいし、日もあったかいけど風が冷たいっていう時あると思うんですけど、そういう時はこういうジャケットを着れば結構完全に風を止めてくれるので、あ、ウィンドブレーカーとしては役割はすごい高いなと思うので、なんか正しい表現かどうかわからないんですけど、ウィンドブレーカーに撥水機能がついてるジャケットっていうのが、もう僕が一番しっくりくる表現の仕方っていう感じにはなってるんですが、まあ、本当に検証を見てもらった通り、小雨であれば全然いけるとは思うんですけど、小雨でも長い時間当たり続けると多分浸透すると思いますし、それこそ結構雨が降ってるんであれば、もうこれは防水としても頼りにするんじゃなくて、これを着てても、まあ、傘を持って移動された方がいいかなというふうに思いますし、あの登山とかであれば濡れると命の危険に関わるので、登山では間違いなく使用できないっていうふうにまあ思いますので、まあ、ウィンドブレーカーやけど小雨やったら対応できるっていうふうに思ってるぐらいが、まあ、一番使い勝手としてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ値段としては6000円でそこまでのウィンドブレーカーの機能もあって、まあ、小雨では対応できるっていうふうになってるので、まあ、十分コストパフォーマンスは高いんですが、防水というのにはちょっとどうかなっていうところはあるかなというふうには思います。はい、ということでですね、まあ、よくこのブロックテックパーカーを着て登山もできますよって言ってはる方もいらっしゃるんですけど、もうそれは本当に命の危険に関わると思うので、まあ、登山はやめた方がいいかなと、まあ、僕個人的には思いますし、やっぱり濡れると命に関わってくると思うので、まあ、その辺はこの検証してみて分かったところっていう風になってますので、あまり防水と言って頼りにするんじゃなくて、あくまでちょっと弾くっていう程度で考えてもらう方が、日常生活でも傘が必要やったりすると思うので、まあ、その辺は参考にしていただければなというふうに思います。で、近々ですね、まあ、この6000円のジャケットとこの3枚のジャケットって見た目似てるんですけど、それがどういうふうに違うのかっていう、まあ、比較動画なんかも作ろうと思ってますので、まあ、それも興味ある方は見ていただければなというふうに思います。ではですね、本日はユニクロの雨にも風にも負けない高機能ウェアはどれぐらい防水性があるのかという検証してみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。